こんにちは。新日本プロレスで育った船木正勝と鈴木みのるは仲の良い先輩後輩でファンクラスを共に設立するまでは盟友でした。しかし徐々に関係が激化した船木と鈴木は絶縁状態になってしまいます。不仲になった原因はいろいろ考えられますが、鈴木の貴重なインタビューから不仲になった理由が見えてきました。船木正勝と鈴木みのるの血の構想を振り返りながら不仲の原因に迫ります。不適切にも程がある。船木正勝は1969年3月13日生まれで青森県出身。84年高校入学の前日に新日本プロレスに入門しましたが、まだ15歳でした。85年に後藤達俊戦でデビューします。鈴木みのるは1968年6月17日生まれで神奈川県出身。87年3月に入門し、88年6月にデビューしました。船木と鈴木が新弟子の頃、前田明と高田信彦から飲みに誘われました。飲み会に遅刻してしまった船木と鈴木は罰ゲームとして一気飲みを強要されます。船木の話だと、ウイスキーのストレートを1リットル飲んだようですが、令和の今なら完全にアウトでしょう。阿部サダヲ主演の連ドラ不適切にも程があるは、令和の今なら完全にアウトな昭和のノリをユーモラスに描き、ネットでも話題になりましたが、まだ20歳前の船木と鈴木に1リットルのウイスキーを飲ませた前田と高田の行為は不適切にも程があります。プロレス界も令和の今なら完全にアウトなことを結構やっていたような気がします。ウイスキー一気飲みで鈴木は泥酔状態になってしまい、店の外で一般人と喧嘩を始めてしまいました。船木は止めましたが、二人とも警察に逮捕され、身元引受人の名前を聞かれます。船木と鈴木は酔っ払ったふりをして猪木を呼べと叫びました。日本人なら知らない人はいないというアントニオ猪木の名前を出せばなんとかなると思ったのでしょうか。ところが来たのは猪木ではなく、鬼の形相をした坂口誠二です。坂口は警察官の前だろうとお構いなしに2人をぶん殴り、壁に叩きつけて怒鳴りまくりました。坂口が鈴木を首にすると言ったので、船木は必死に鈴木をかばい、なんとか鈴木は解雇されずに済んだのです。アントニオ猪木 vs 鈴木みのる。1989年の出来事です。猪木が第一試合に出場することがありましたが、当然入場テーマソングも流れるし、猪木はガウンを着用してリングインしました。普通の性格なら誰も疑問に思わないことですが、鈴木は他の選手とは違い、田中秀和リングアナに文句を言います。第一試合に出場する新人は入場テーマソングもないし、ガウン着用も認められないのに猪木は OK なのか。鈴木は一体俺らは何なんですか。第一試合に出るなら俺と戦ってほしいと猪木とのシングルマッチを要求しました。まさかの提案ですが、マッチメイク会議で鈴木の要求を語る田中秀和も素晴らしい人です。なんとこの鈴木の要求が通り、89年3月15日愛知県体育館で猪木対鈴木のシングルマッチが実現しました。猪木45歳、鈴木20歳。鈴木はデビューしてわずか7ヶ月ですから、これは異例のことで、先輩レスラーたちは内心穏やかではいられません。この時鈴木はメラメラと野心を燃やします。よし、やらかそう、やってしまおう。つまり猪木を食ってしまおうと。流行る鈴木の内心を読んだのか、猪木には全く隙がなかったようです。グラウンドの行動に挑む鈴木に猪木も付き合います。そして猪木をヘッドロックした時、チャンス到来とばかりに鈴木は猪木をぶん殴ってダウンさせました。それだけでなく、盾クソジジイ、
というまさかの暴言に猪木の顔色が変わります。猪木は前頭部ではなく顔面に怒りの鉄拳を叩き込み、鈴木はふらつきました。最後は猪木が弓矢固めを決め、7分48秒レフェリーストップ。鈴木がギブアップしてねえよとレフェリーに文句を言うと、うるせえと怒鳴り返されてしまいました。控え室に戻った鈴木は先輩レスラーに殴られ説教されてしまいます。社長相手に7分も8分も試合してるんじゃねえ、ど新人なんだから軽くあしらわれてくればいいんだ。説教の内容を総合するとプロレスでは猪木に勝ってはいけないということになります。反骨精神旺盛な鈴木は到底納得することができません。鈴木は猪木がいる控え室へ行き、すいませんでしたと頭を下げると、猪木は笑顔でいいの食らわすじゃねえか、お前俺んとこ来いよ、俺が本物にしてやる。猪木はそう言ってくれたのですが、鈴木はよっぽど先輩レスラーの言い分に納得できなかったのでしょうか。この試合のすぐ後、鈴木は新日本プロレスを退団し、理想のプロレスを求めて UWF へ移籍しました。ファンクラスで人間関係崩壊。1989年に新天地 UWF でファイトすることになった船木と鈴木ですが、90年12月に UWF は解散してしまいます。 UWF は前田明のリングスと高田信彦の UWF インターナショナルとプロフェッショナルレスリング藤原組の3班に分かれましたが、船木と鈴木は藤原組で戦うことになりました。プロレス団体の経営は本当に困難で、理想とロマンだけを追いかけてもいられず、藤原組は SWS と合同興行を開催することもありました。 SWS は従来のアメリカンプロレスのスタイルなので鈴木は納得できません。そして91年4月1日神戸ワールド記念ホールで事件が起きます。鈴木は SWS のアポロ菅原と試合しましたが、全く噛み合わず、アポロ菅原の試合放棄という完全な不穏試合になってしまい、大ブーイングが起きました。この試合がきっかけか否かは定かではありませんが、93年1月に鈴木と船木は理想の格闘プロレスを求めて藤原組から離脱します。そして93年9月、船木と鈴木はファンクラスを旗揚げしました。全試合真剣勝負という無謀な挑戦を始めたファンクラスは、プロレスに本気を求めるファンが大熱狂し、人気は急上昇しますが、選手の心身はボロボロです。怪我をする選手が続出し、真剣と真剣で切り合うような決闘は人間関係まで崩壊させていきました。船木と鈴木も例外ではありません。94年10月15日両国国技館で船木 VS 鈴木のシングルマッチが行われました。最初から瞬き禁止のスピードで打撃とグラウンドの攻防を見せましたが、船木のチョークスリーパーが決まり、鈴木は白目を向いて失神してしまいます。2000年5月26日東京ドームで開催されたコロシアム2000で船木はヒクソン・グレイシーと対戦しましたが、チョークスリーパーでヒクソンが完勝しました。船木が何の相談もなしに勝手に引退を決めたことを鈴木は不満に思っていたようです。ファンクラスで関係がギクシャクしていた船木と鈴木ですが、船木は引退後鈴木とは全く連絶を取り合うことはせず、絶縁状態になってしまいました。鈴木も首の怪我などで満身創痍になり、試合で勝てなくなり、引退してコーチ業に専念する道を考えていました。そんな時、2002年11月30日、横浜文化体育館で鈴木みのる VS 重心サンダーライガーという試合が組まれます。総合格闘技ルールなので、鈴木が断然有利です。ライガーは果敢に浴びせ蹴りを放ちますが、鈴木は難なく避けました。
上になった鈴木は笑いながら顔面に何発も何発もパンチを振り下ろし、世界で一番性格の悪い男の本領発揮です。最後は鈴木のチョークスリーパーでライバーが無念のタップアウト。この試合は鈴木にとって大きなきっかけになりました。鈴木はあれ道はあるかもと思ったのです。何ヶ月も考えに考えて、鈴木はプロレスに復帰するという道を選択しました。鈴木はファンクラスの社長に相談し、ファンクラスを退団し、35歳で新たな船出です。その後鈴木は新日本でプロレスをエンジョイし、全日本プロレスでも三冠ヘビー級王者に君臨するなど大活躍しました。ところが2007年、船木が現役に復帰します。最初は総合格闘技のリングで復帰した船木でしたが、武藤圭司に誘われ、2009年8月30日に全日本プロレスのリングでレスラーとして復帰しました。しかもいきなり鈴木とタッグマッチで激突し、船木と鈴木の血の抗争が始まってしまいます。船木正勝 VS 鈴木みのる。2009年8月30日、武藤圭司、船木正勝 VS 蝶野正弘、鈴木みのるのタッグマッチは武藤、船木組が勝利し、船木はプロレスラーとして再スタートを切りました。鈴木にしてみれば、自分の牙城に乱入してきた船木を快く思うはずがありません。約1ヶ月後の9月26日、両国国技館で船木と鈴木は15年ぶりのシングルマッチで激突しましたが、鈴木の反則負けという不完全燃焼の結末。試合後に船木は、あいつはこの15年間で人のことをはぐらかすことしか勉強していないじゃないですか、真正面からぶつかって倒されるのが怖いだけだ、口で言ってくる割には今日も大したことなかったと猛批判。鈴木も、俺の方が強いんだ、俺の方が人気があるし、俺の方が強えと豪語し、船木のことを成功した後輩を妬むダメな先輩と揶揄します。船木と鈴木は試合をするごとにだんだんと遺恨が深まりました。2009年10月11日、鈴木みのる高山義博 VS 船木正勝スワマのタッグマッチ。鈴木が船木にパイルドライバーを炸裂し、高山が膝蹴りを叩き込み、最後はエベレストジャーマンで高山が船木からフォールを奪いました。バックステージで高山が、プロレスはこんなもんなんて思われたら絶対困るからと言えば、鈴木も新しいおもちゃを見つけちゃったと船木をおもちゃ扱い。もちろんこのまま黙っている船木ではありません。2010年1月3日、船木は武藤と組み、鈴木と太陽ケアが持つ世界タッグに挑戦します。試合は船木がクロスヒールホールドで太陽ケアをギブアップさせ、見事にベルトを奪いました。怒り心頭の鈴木は1週間後の1月10日、野沢論外と組み、船木、武藤組と対戦。試合は鈴木の反則負けですが、スリーパーホールドで船木を失神させました。激怒した船木は翌日の1月11日の6人タッグマッチで入場時の鈴木を襲い、殴る蹴るの暴行。怒った鈴木が腕十字固めで船木の腕を負傷させ、船木は退場してしまいます。もはやプロレスの暗黙の了解を完全に無視した危険な戦いになっていました。試合中にリングに戻ってきた船木は、鈴木の首筋に強烈なハイキックを叩き込み、今度は鈴木が失神。場外で気絶している鈴木に船木がまさかの顔面パンチ連打。命に関わる危険な行為を見てセコンドが慌てて止めました。2月7日、船木正勝河野正幸 VS 鈴木みのる太陽ケアのタッグマッチ。この日も船木と鈴木は河野と太陽ケアの制止を無視して場外で殴り合いの喧嘩を始めてしまいます。レフェリーの和田恭平は試合にならないと判断し、両者リングアウトの裁定を下しました。
バックステージでは怒り心頭の船木が河野になんで止めんだよと逆水平チョップ、落ち着いてください試合ですよとなだめる河野に、船木は試合じゃない勝負なんだよと完全に冷静さを失っています。このままでは試合を組んでも進展がないと思われましたが、2月14日に行われた船木正勝西村治 vs 鈴木みのる太陽ケアのタッグマッチでは新たな動きがありました。この日も船木と鈴木が殴り合いの喧嘩をして、止めに入る太陽ケアを鈴木が突き飛ばし、止める西村を船木がフェンスに叩きつけ、やはり試合になりません。観客席までなだれ込んで喧嘩をする船木と鈴木は結局両者リングアウト。試合後鈴木がマイクを持ち、おい船木、誰も入ってこれねえ、どこにも逃げられねえ、金網で俺と勝負しろと金網デスマッチでの完全決着を要求します。鈴木はやんのかやんねえのかはっきりしろよ、どうせやんねえんだろこの腰抜けと挑発。今度は船木がマイクを持ち、鈴木金網やってやるよ来いと受諾しました。バックステージで船木がぶち殺してやると物騒な発言、鈴木は飛んで火にいる夏の虫と余裕の笑みを見せました。意外にも全日本プロレスでの金網デスマッチは史上初となります。3月21日両国国技館で行われた金網デスマッチでの完全決着戦は流血戦になりました。打撃と関節技で戦う両雄はまさに全身狂気なので、非常に危険な戦闘が繰り広げられます。ところが試合終盤、船木も鈴木も歓喜の笑顔で張り手合戦、リングで会話しているのでしょうか。最後は船木がハイキック、浴びせ蹴り、左右の張り手から顔面への膝蹴りという連続攻撃で鈴木がダウン。一度立とうとした鈴木が倒れ込み、10カウントの完全 KO 決着でした。試合後、勝利した船木は分かり合えたという感触がありましたが、鈴木は絶対に認めないだろうとよく性格を分かっています。鈴木にとって最高のリベンジの舞台が用意されていました。4月11日チャンピオンカーニバルの決勝は船木 VS 鈴木になったのです。船木が感じたように金網デスマッチで分かり合えたのか、この日は喧嘩ではなく技と技の見事な攻防を展開しました。鈴木は藤原義明張りの頭突きを連打し、パイルドライバーを炸裂しスリーパーホールド、船木も強烈なジャンピングハイキックを叩き込みます。執念の鈴木が必殺技逆落としからのスリーパーホールドを決め、船木がタップアウト。ついに鈴木が勝ちました。なんと鈴木が泣いています。これは珍しいというより初めてかもしれません。ダウンしていた船木を鈴木が抱き起こし、抱擁し、互いの健闘を称え合いました。ようやく二人の遺恨は消え、分かり合えたようです。本当に長い道のりでした。不仲の原因は鈴木みのるの性格、鈴木がかなり詳しく自分のことを語った貴重なインタビューを聞き、船木との不仲の理由が見えてきました。小学生の頃にテレビを見てプロレスに興味を持った鈴木は会場にも足を運ぶ熱心なファンになりました。テリーファンクや初代タイガーマスクが人気絶頂だった80年代、鈴木は夢中になってプロレスを観戦していたのですが、ある試合で一変します。それは1983年6月2日の IWGP 優勝決定戦。ハルク・ホーガンのアックスボンバーでアントニオ猪木がまさかの失神KO負けというシーンにショックを受けた鈴木は、猪木の敵を取るためプロレスラーになると誓いました。鈴木は人脈に恵まれていましたが、本人曰く全ては偶然ではなく必然の出会いだと言い切ります。新日本プロレスに入門する前の鈴木は日本プロレスの金子武雄と知り合い、トレーニングジムに通い高校でレスリングを始めます。
鈴木は1976年モントリオール五輪フリースタイル74キロ級金メダルの伊達治一郎から直接指導を受けています。さらには公式戦41連勝という無敗の王者でサンボの神様と仰がれるビクトル古賀にも指導されました。プロレスラーになってからは藤原義明とカールゴッチから訓練を受けています。やはり鈴木の技術は相当なものだと想像できます。鈴木はゴッチと藤原のことを俺の人生に一番影響を与えた人と言いました。傍若無人な振る舞いをする鈴木ですが、尊敬の気持ちを語るなどメリハリがあるのです。人生は選択の連続ですが、鈴木はしんどいと感じる道こそ正しい道という考え方でサムライスピリットを感じます。楽な人生イコールつまらない人生と言い切る鈴木にとってコスパがどうのというノリは眼中にありません。鈴木はポリシーについても語りました。面白いか面白くないかを決めるのは観客だよと。マニアに受けても初見の観客に首をかしげられたらプロ失格どころか価値ゼロだとかなり厳しい姿勢で試合に臨んでいます。無類のワンピースファンである鈴木はプロレス王に俺はなると宣言しましたが、やはり普通の感性の持ち主ではないのです。もしも波のレスラーなら船木のことを優れた先輩として尊敬し仲間割れなど起きないでしょう。言うまでもなく鈴木みのるは波のレスラーではありません。世界で一番性格の悪い男がいつまでも船木の2番手にいることはありえないのです。鈴木がボスの場合は良好な関係を保つレスラーはいますが、鈴木が誰かの下につくというのは無理なのでしょう。船木は連絡が途絶えたから絶縁状態になったと言っていますが、普通連絡が途絶えたくらいであそこまでの遺恨対決になるでしょうか。どうやら鈴木みのるの性格こそが船木の理由だと思えてなりません。龍子がコンビを組めば最強ですが、龍と虎、船木正勝と鈴木みのるは戦う運命にあったのです。プロレス的感性でその方が面白いと感じた鈴木が仕掛けたドラマだったのではないでしょうか。いかがでしたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございます。皆さんのご意見ご感想や知っているエピソードがあればぜひコメントをしてください。今後もプロレスの投稿をしてまいりますので、ぜひ高評価チャンネル登録をお願いします。